イソヘなヒナノは、日本のフィギュアスケート選手。滋賀県草津市出身。滋賀県草津市出身。立命館宇治中学校。立命館宇治高等学校卒業。2016年4月に同じくスケート選手の宇野昌磨、新田国林、加藤都市著斎藤と共に、中京大学スポーツ科学部へ入学。2010から11シーズン、全日本のオービス選手権に出場し4位。 初出場となった全日本ジュニア選手権で22位となる。初の国際大会となった2011年、トリグラフ杯で優勝する。2011から12シーズン、2011年、アジアフィギュア杯のジュニアクラスで3位入賞。全日本ジュニア選手権では7位に入った。2012から13シーズン、日本スケート連盟の強化指定選手に選ばれる。 ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP、選手ラブレッドハイで SP3 位につけ、総合6位となる。全日本ジュニア選手権では14位に終わる。2013から14シーズンは、近畿選手権のジュニアクラスにのみ出場し4位となる。2014から15シーズン、全日本選手権に初出場する、モ SP で25位となり、FS に進出できずに終わる。 2015から16シーズン、全日本選手権で14位となる。2016から2017シーズン、全日本選手権は16位に終わった。東京ユニバーシアードでは、公式記録ではないが、国際大会での自己ベストを40点以上更新し、2012年世界選手権、銀メダルレオノワや2015年世界選手権金、メダルトゥクタミシェワを破り、エレーナラジオノワ、 新田谷林に次ぐ3位銅メダルを獲得し、シニアの国際大会で初めて表彰台に上がった。フリーに進出できず、第8回京都市学振興会賞受賞者。公益財団法人京都市学振興会賞。2016年1月26日閲覧。ありがとうございます。